誰もおらへんで。暗くてよく見えないな。いいえ、いるわ。誰だ？あれは、まさか。それは、だって、私は確かにこの目で。お父さん。使い仲間で話に聞いたことはあるが、まさかこれが伝説の強戦士。強戦士？だってあれはアビ父さんじゃないですか。死者あるいは聖者から完全に心を取り去り、その代わりに強敵なまでの戦闘力を植え付けられる忌まわしき呪法によって生まれた怪物、それが強戦士だ。助ける方法はないんですか？
すでに死んだ人間が死した今を生き続ける苦しみから解き放ってやる以外に道はない。そんな、お父さん、お父さん。意識を取り戻したのか。しかしそれでは。そうね。お父さん、あたしよ。お兄ちゃんもいるの。レオン、そこにいるのか。ここにいるよ、父さん。呼んでくれるか。お前を捨てたこの私を。今なら、リアンがいる今なら、父さんが昔どんな気持ちで魔族に身を投じたかわかる。だから。すまない。お前にはどれだけ詫びても足りないというのに。父さん、僕、トゥルクに行くよ。ヘリオスさんと力を合わせて、父さんがやりたかったことを、人間と魔族が共に暮らせる国を作りたいんだ。
父さんも一緒に。そうか。だが、お前にはもう私の力は必要ないだろう。もう私は。父さん。愚かな父を許してくれ。リアン、レオン、ありがとう。お父さん！